どうも。ご視聴いただきありがとうございます。ゆっくり霊夢です。ゆっくりスイカだぞ。毎週水曜日は短編動画を投稿しています。今日のテーマは、江戸時代に本当にあった、違法食肉店よ。ほほう、定法、大丈夫か？大丈夫大丈夫、現代では普通のお肉屋さんだからね。江戸時代では、そんな普通のお肉を食べることが禁止されていたの。今回の動画は、先週に出した江戸の食肉事情を深掘りしたものだから、そちらの動画を見てもらえばより楽しめると思うわ。短編動画の深掘りなんて珍しいな。そうなの。ちょっといい参考文献を見つけたからぜひ紹介したくってね。前回と違って、今日はお肉屋さんから見た食肉事情なのよ。ほほう、それは興味深いぞ。先週の動画はまた説明欄にリンクを貼っておくわね。では早速行きましょう。おう。1716年頃に江戸に一軒のお店があった。その看板には山クジラと書かれていたわ。山クジラ？山クジラというのは前回紹介し損ねたのだけれど、実はイノシシのことなの。当時はクジラは魚として売られていて、さらにイノシシは肉質がクジラに似ていることから山クジラという名前になったのよ。ほほう。江戸時代に食肉禁止令が正式に出たのは、前回も紹介した通り、五代将軍、徳川綱吉が出した生類憐れみの令ね。これが1687年頃だから、たった30年後には禁止されているわずのお肉屋さんができているのよ。じゃあ捕まったりとか？しなかったみたいね。やっぱりガバガバじゃねえか。このお肉屋さんが、江戸に最初にできたお店だとされているの。扱っているお肉は、イノシシ、鹿、タヌキ、オオカミ、キツネ、クマ、さらには鳥類のお肉と非常にバラエティ豊かよ。よく捕まらなかったな。そしてその40年後には、お肉の煮売り屋さんが登場するわ。煮売り屋さんというのは今で言う、お惣菜屋さんみたいなものね。おいおい。さらにその60年後の1830年頃、とうとう牛肉料理専門店が誕生するのよ。もう普通に公然と売られているじゃないか。いやそれは甘いわね。何？1830年は江戸後期といえど、牛肉を食べることは未だ禁止されているわ。その取り締まりから逃れるためにある工夫をするの。ほう、それは？看板にボタンとモミジの絵を描いてごまかしたのよ。隠せてねえだろそれ。いよいよ幕末に入ろうかという1850年頃には、お肉を販売する店舗がポンポンできるの。ポンポンってなんだぞ。その種類も豊富で、獣や、山奥や、薬食いやにももんじや。ももんじや？これは漢字で書くと百獣やとなるの。百獣？まさかライオンか？ライオンっぽく見えるのだけれど、これは日本の妖怪から来ているみたいね。ももんじーという妖怪がいるんですって。妖怪を食べるってどうなんだぞ。一応まだ公には、獣肉を食べることは禁止なのだけれど、ここまで来るともう形だけ禁止って感じね。確かにな。で次に江戸の卵屋さん。卵屋って、江戸時代は卵は高級品だと言ってなかったか？今回調べてみたら、そもそも卵は食べること自体が禁止だったみたい。そうだったのか。でも戦国時代前後に、南蛮から西洋文化が少しずつ入ってくるでしょう？ああ、ザビエルさんだな。それと同時に、カステイラのように卵を使ったお菓子や料理が入ってきて、日本人も卵を食べるようになっていったのよ。へえ？江戸時代に入ると、溶いた卵にたっぷりの出汁を加えて作る、卵ふわふわなる料理が登場するわ。卵ふわふわ、かわいい名前だな。かわいい名前と侮るなかれ。前回紹介した近藤勇も大好きな食べ物なのよ。近藤勇が？ちょっと似合わないと思っちゃったぞ。まあ名前は可愛いけれど、言ってしまえばだし巻き卵のまかないバージョンだから普通に美味しいでしょうね。だし巻き卵と聞けば違和感ないんだけどな。現代では、わざわざ卵黄と卵白に分けてから、しっかりと卵白を泡立たせて、ふわっふわっにするみたいだけれど、当時どこまでやっていたかは不明ね。このイラストのようにまでふわっふわっだったのかは怪しいな。あと卵屋さんで有名なのが吉原のゆで卵屋さん。卵を精力剤として販売していたみたい。
ほほう、まあ卵はすごく栄養が高い食べ物だもんな。完全栄養食なんて言われているわよね。ちなみにこの時のゆで卵は一つ20文だったそうよ。20文というと豆腐の4倍か。高価といえば高価だが、手の届かないほどではないのかな。でもお蕎麦一杯よりも高ければ、お蕎麦の方を食べるわよね。まあ、普段食としてはかなり高価というところか。卵がもうちょっと安ければ、江戸の人たちの貴重な栄養源になっていたのでしょうけれど。なかなかうまくはいかないものだな。はい。では今回はここまでとなります。次回予定は金曜日。ではまたお会いしましょう。さいなら。またなー。